先日、まあ、プサンの旅に私たち行きましたけど、うん、その時の公開収録で、うん、MC の3人に質問を募集したじゃないですか。それを今答える。はい。続いてはののかさん。ののかさん、次韓国に行くとしたらどこに行きたいですかという質問です。僕が、いやこれ難しい質問だな。でも僕ほとんどね、地方も全部回りましたよ。そうなんですか。回った。だけどどうだろうな。でも僕個人的にあの地方をあちこち回ってすごく良かったのがモッポですね。初めて聞きました。モッポ、木に裏って書いて、あの裏っていうのは山水の裏ね、三浦の裏ですけど、マポとかのポ。あ、さすがですね。マポはわかりますよ。あの韓半島、朝鮮半島があったら、東側じゃなくて西側、黄海側、うん、黄色い海と書いて黄海側ですね、はい、にある港町なんですよ、モッポって。港町なんですね、はい、でこの町はあのすごくこう独特なその港町ならではの雰囲気があって、うん、映画とかドラマの撮影でもよく使われてるし、あとすごくね整備されてる町で、うん、やっぱりあの大統領の出身地が近くにあると整備されるっていう韓国の、まあ、独特な歴史の流れがあって、そうかつですね食べ物も本当に美味しいし、あとモッポが僕が一番好きな理由はですね、人々がすごく温かいんですね。あとあの日本統治の時代の建物が残ってるんですよ。でそれをちゃんと保存して観光地にしてあるんですね。でそこを見るとあの日本と韓国のいろんな歴史を知ることもできますしね、こんな街あるんだっていう発見もあって、あのいろいろとこう見どころありますよ。お、ちなみに美味しいものが多いとおっしゃいましたけど、どういったものがあるんですか。もう海産物です。お、もうここで食べる刺身が本当美味しい。何を食べたんですか。その時は何かな。でも韓国ってお刺身って言ったらもうヒラメなんですよね。あ、それからあの鍋。鍋、はい、お鍋も海鮮のお鍋。海鮮の鍋。あ、もういろんな海鮮が入ってて、ごったに、ごったに、それをもう蓋をして、はい、もうタコがもう助けてくださいって言ったのを食べるんです。すごく悪い気持ちになりますね。なんかそんな、はい、ねえ、でも美味しいんですね。すごい美味しい海鮮鍋。でもそれってソウルからだとどれくらいかかります、この場所。 KTX とか、まあ、高速鉄道とかにいろいろ乗り継いで、もっとモッポでに3時間ぐらいかかるんじゃないですか。あ、まあ、でも行けなくもないですね、旅の中で。でも日帰りよりは泊まった方がいいかもしれませんね。日帰りもできるけど、でもおすすめ、おすすめ、地方おすすめですよ。です、ね、はい、さて続いてはまだありますか。最後です。あ、最後、はい、はい、とめこさん。とめこさん、とめこさん、もし、2があるとしたらどの作品の2を見てみたいですか。これまたすごい難しい質問してくるね。2ってドラマでしょ。これドラマってことですよ。ミセン2。おー、ミセン、最近さ、そのオフィスものというかその企業もののドラマ少ないじゃないですか、はい、もちろんね、そのファッション業界を舞台にしてるとか、その、ウェブ漫画の出版社を舞台にしてるとか、ね、あるけど、はい、ああいう商社とかね、なんかその企業もののズシーンってこうなんかこうガツンってくるドラマが最近少ないのよ。だからミセン2とか見たいですね。あ、もちろん原作にね頼らなくてもいいんです。あの設定でなんかあのああいうこう理想の上司とかがいるようなこう会社ものとか見たいですね、僕はね。あ、なるほどな、はい、ちなみに私もいいですか。いいですよ。私は、はい、もうこれずっと変わらないんです、トッケビ2を見たい。トッケビ2か。あのあと2人どうなったのって気になりますね。あ、でもそれ2がないからいいんじゃない。そうか、そうですね、まあ、確かに、ね、皆さんの心の中で。そうですよ、皆さんの心の中の2であるからあのドラマいいんだと思いますよ。確かにそうですね。だいたいそういう2ってあの失敗する傾向があるじゃないですか。あ、じゃあもうあのままで何も言いません。あのままでいいんじゃないかなってね、はい。